気をつけください、気をつけください。さあ、本日の第5試合です。男性アイドル劇場日シングルバートと命名されたこの井上大吾、トヨタ学び組の、ごめんなさい、井上大吾、このトヨタ学び組のシングルマッチですが、いきなり場外マッチ、すごいことになりました。さあ、今やっとゴングが鳴りました。お願いいたします。お願いします。いや、驚きましたね。場外ランタンだったんで、こっち来られなかった。ゴング鳴る前にものすごい展開になってしまいました。さあ、そして後半戦のゲストなんですけれども、長谷川早紀江選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、思わぬオープニングということになりましたね。そう、怖かった。いやー、井上尚子やる気満々という感じですが、あってこれは気をついたコペだったんですが、さあ今度はトップロープ。しかしまだまだ序盤戦、スタミナ十分という感じで、すかさず井上尚子は場外に逃げました。さあ、これからどういう展開になるんでしょうか。びっくりしましたね、いきなり放送席のところからダイブしましたからね、トヨタが。怖かったです、僕。もう何をされるのかと思いましたけれども、さあ、この井上尚子の、さあ、最後コールで、このボクシングスタイル、もう満足気満々ですね。はい、ボディーブロー、これはほんのしばらく前までだったら、はい、この、まあ、主人公って言ったら怒られますけども、はい、このシングルマッチで注目をされるのはどうしてもトヨタになっちゃいましたよね、はい、だけど今のなんかこの女子プロと言いますけど、ファンの気持ちの流れとしては井上尚子に目が行くんですよね。なるほど、これでいいですか、吉田選手。うーん、すごいですね。なんかね、はい、今の長谷川君思わずおって言ってましたけども、
変な言い方ですけどお尻とかバーンと大きいですよね。なるほど。でもレスラーとしては非常に理想的な体型って言われてますよね。最近また太ったって言ってましたからね。はい、まあ、その長谷川選手ね、あ、ごめんなさい、どうぞ。5年目ですよね、長谷川選手は。やっぱりあれですか、何ヶ月とかの1年ごととかにやっぱり今がプロレス楽しいけどだんだんつまんなくなってきて、また面白くなってきて、またつまんなくなってきてってことありますか。つまんないというかプロレスが好きになるのと、こうちょっとしばらく離れていたいなみたいな時期と、はい、やっぱりありますよね。好きになりすぎちゃって、プロレスを難しく今度考えすぎちゃって、うん、今までやってたことを忘れちゃうんですよ。で、何かやろう何かやろうと思って難しく考えすぎちゃって、なるほど、余計詰まっちゃってるのが今自分です。それが今自分で分かってるんで、昔のこととかよく復習しようと思うんですけど、なんか難しく考えすぎちゃってるんですね。なるほど、考えみんなそうなるんですかね。ないと思います。好きになると絶対に、あ、次はこういうことしてみようとか、ずっとプロレスのこと考えると思うんですよ、自然に、はい、そうすると難しく考えちゃって、今までやってきた、せっかく自分がやってきたことを忘れちゃってると思うんですよ。多分それはあると思うんですけど、自分も言われて気がついたんですけど、まあそれをただ一皮向ければというかね、超えればまた何かは何かも向けますよね、プロレスラーはね。ちょうどこう一皮向けたてという感じの井上貴子でしょうかね。今非常に乗っています、はい、なんだかなんとかてめえとか言ってましたよね今、意地悪な顔がいいんですよ。さあそしてこの4文字の攻防、2人ともきつそうですよね。見るからにね、トヨタ選手も、貴子選手も、はい、なんかきつさの勝負って感じですね。なるほど、どっちの方が根性悪いかプロレスで勝負してるという、あっと、さあ闘志むき出し、なんともふてぶてしい表情。でもこういう顔をもっと出せば、みんなもっともっと井上貴子のこと好きになると思いますよ、はい、優しい選手なんか魅力ないから。なるほど、まあ、ファンもねその辺のことよく分かっていました、ね、最近のこの井上貴子の闘志むき出しのファイトに非常に熱い声援が送られているわけなんですけれども、今日のトヨタはちょっと違ったことやってますね。そうですね、うん、こういう裏アクセス権とか、うん、あんまり出さないですもん、うん、意外ともう、はい、ハイスパーでボン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 来るタイプですから ね、はい、プロレスそのものは非常にしつこいんですよね、トヨタって。あ、なるほど、ええ、それでいいですか。早いです、まあ、早いですけどね、ネチネチしてますよね、なんとかなんか僕ら見る側ですから、やっぱり。なるほどね、見る側と見る側ってやっぱり違いますよ ね、トヨタのシングルっていうのも東京では久しぶりですね、ね、やっぱりいつも山田とのコンビを見てますからね、はいはい。さあそのあたりもシングル戦でどういった戦いを見せるのか、まあ、今まででしたら、さあ釣り天井に行きました。おっとこれはきれいに決まっている、これはかなりきれいに決まっている。さあ高田と釣り上げました、ロメロスペシャル。井上貴子はずいぶん前半戦アピールしましたから、はい、トヨタもようやく声が出てきたっていうかね。なるほど、触発されてね、行くぞーっていうのがね、はい、確かにエンジンのかかりは井上貴子が早かったんですけれども、さあこの辺りからじりじりと本領を発揮してくるのか豊田真奈美。さあ必要に膝、そして足、あすごい、あっとこれはすごいですよ、これ結構痛いんですよ、これは具体的にはどこが膝ですか、はい、膝とあと膝の裏ですか、ピーンって入っちゃうんですよ、足の感じで伸びてる方の足も、はい、そうです、膝のお皿を押さえてありますよね。あ、なるほど、きついですよ、かなり、さあかなり、あっと、あっとこのまま体を預けて、あ、しかも同時にフォールだ、うん、さあこのあたり、これは高子戦に合わせてというか、こういうなんていうんですか、締め上げる粘っこい攻防に持ってってるんでしょうか、セーター、うん、しかし返しだ、さあもう一回返した、あ、ガッチリと固めているか、カウント2、結構タイトですね、はい、今日はまあシングルマッチが比較的多いんですけれども、それぞれまあ個性のあった非常にいい試合になっております。さあそして、あ、鎌固めの体勢、ブリッジはいつ見ても綺麗ですね。試合がトヨタ色になってきましたね、だんだんね、今の展開では、はい、しかしこのまま引き下がってる高子でもないでしょう。どっちかというとですね、はい、この両選手とも髪の毛長くしてますよね、はい、だけれども
豊田選手、割と髪の毛がかぶさりますから、顔ってそんなによく見えないんですよね。はい、技の方で見ちゃうんですよ、どっちかというと。なぜか井上貴子の方は顔の表情よくわかりますからね。髪型のせいですかね、そうですね、分け方っていうか。そういえばそうですね。しょっちゅうこう見せてみますか、髪を引き上げて意識的に。さあそのままホールの体勢。ちょっと前だったら、はい、なんとなくね、ほんの少し前ですよ、豊田選手と井上貴子選手の格の差っていうのは結構歴然としてたのに、うん、この新聞編でしたらね、試合前だったらもう、なんとなく五分の試合してますね。なるほど。さあ今のも少しか、返してこんなキック。さあこの辺りの投手も、もう今までにはね、今までにはなかった、豊田選手の方が嫌がっちゃいましたもんね。さあそしてこれはどう持っていくのか。さあ後ろにそのまま、おっと対口が長い、ダブルアームスープレックスからそのまま、試合時間10分経過、あっという間に10分。うーん、気がついたらもう10分経過のコールがありました。さあそして今度は首を固めに、さあなんともこの井上貴子のふてぶてしい表情が本当に板についてきました。さあ今度は首をぐいぐいと締め上げます。貴子選手、左膝相当たくさんテープしてますよね。あ、ぐるぐる巻きですね。この辺の、そしてすでにもうテーピングのも切れてきてますので、負担がかからなければいいんですが。さあしかしこの首をやっと離しまして、さあ何に持っていくのか。おっと、ね、レフリーにどけと言われたら、うん、って声が聞こえたでしょ、今は戦おうなんですね。そうですね、ちょっと油断してるとすぐなんか流れが変わっちゃう。そうですね、まあ、確かにこのところトヨタ山田組のね、アタックもちょっと制裁を書いてる部分っていうのがありましたので、批判を浴びてるっていうかね、まあ、そのあたりも影響しているんでしょう。その分貴子の健闘と言いましょうか、いい色、そして個性が非常に出ているこの試合なんですけれども、さあおっとこれはまた、あっすごい、あっと変形で崩れた崩れた、しかしホールの体勢、回転見固めの体勢になりましたが、あの試合に見入っちゃってますけど、長谷川選手、はい、あそしてもう一回狙いますね。これはどこをどういう風に持っていくんでしょうか。リバースサーフボードっていうかね、はい、さあ、あこれでこれで完成。これは新しいんですね。おっと今度はこういう展開になった。これはオリジナル、オリジナルでしょうね。そうね、いや私も初めて言いましたこの技。これはサーキット中なんかもありましたかこの技。いや初めて、初めてですか。長谷川選手も初めて考えてくるんですね。なるほど、ついにこの、はい、井上貴子戦で出してきました。なんとなく豊田真奈美そうは1回っていうのがよく見えますね。なるほど、のし上がってきてるじゃないですか貴子選手も、そううかうかはしていられないという感じですね。さあ確かに技のレパートリーで言うとちょっとトヨタには追いつかないですよね、みんな。そうですね、そしてこの技の種類の多さは、はい、得意技の一つでもありますローリングクレイドル。さあぐるぐると回していきます。さあ今日何周回すんでしょうか。まだ回る、まだ回る。さあ貴子しっかりという声援に応えられるのか。まだ回します、まだ回します。しっかり言ってたのが声援ですよね。さあまだ回します。あっとちょっと貴子もう意識が朦朧としてきたが、うん、目が回ってきた。これ目も回るという感じですか。さあカウンターブレイク。いやしかしこれローリンググレードルはね、限られたとすぐバランス感覚とか元々のが大変でしょう。ローリングレードルとかジャイブスイングとか、ね、もうコーナー帰ろうと思ったら違うコーナーに行っちゃった。なるほど、あっとこれは一つ目の、はい、旧ジャパニーズオーシャン、スープレックス、単抜きの形ですね。単抜きの形でね、はい、あれをさらに抱え上げるとサイクロンという形になるんですけれども。さあそしてミサイルキックが相変わらず素晴らしい脚力、ものすごいミサイルキックが殺人技じゃないですか。さあそして今日も4コーナーやるのか、手前で足が伸びてきますよね、はい、本当に綺麗ですね。さあ
カウント2。ただ今日はね、豊田選手むちゃくちゃに走り回ってやってないですから、がむしゃらというかね、結構慎重な進路をやってますよ。いつもドロップキックのパターンになるとむちゃくちゃやっちゃうんですけどね。なんとも素晴らしいあのバランスのね、まんじゅう、まんじゅう固め、まんじゅう固めって崩れやすいじゃないですか、足のフックも完璧という感じですよね、美しいですね、フォームが、はい、またこれただアントニオ猪木選手に代表されるマンジとは逆サイドになるんですね。あ、腕の腕と相手のところ、あ、なるほどね。さあカウント、さあここへ来てトヨタがじりじりと地力を発揮してまいりました。さあしかし1回でしょうね、このあたりで井上隆子も黙っていないでしょう。あっと大きいですしね、
る。焦ってたら、もう持った瞬間ズドンと落としちゃうかもしれない。なるほど。さあまだまだじっくりと試合展開頭の中で組み立てているのかもしれません、井上貴子。さあそして髪の毛をムンと掴んで叩きつけましたが、何をするのか。あっとあっと、トヨタが今度は、おっと、ののアウトしたの。15秒、素晴らしい。かろうじて返ってくると言ってましたからね。